失礼します。あー、アルバイトの面接です。はい、よろしくお願いします。失礼します。はい。はい、よろしくお願いします。はい。お名前はあ、はい。えっと、門前バです。は前い。モバ今日です。はい。ええ、おくつですかあ、24歳です。はい。はい。なんか、人当たり良さそうな。ありがとうございます。ありがとうございます。えーと、 週何回ぐらい入れそうですかねごめんなさいね、これはざっくりさすが本題入っちゃって。いえいや、うん、えっと、まあ、マックスで言うと週5回ぐらいは入れるんですが、うんはい、はいはい。はい。まあ、そんだけ、あの、入られてもお店側から困るだろうなと、うん。助かります。あ、そうですか結構ね、はい、今、バイトが今、 いろいろ時期で、<ー>大学生とか抜けちゃったりして、今、うん、結構大変なんですよ。うん、そうですか。全然、はい、あの、もういつでも入れるっていうぐらいはい,はい。時間帯はどれの感じですかあ、もう午前中から、<う>はい、えっ、ー、と、夜の8時ぐらいまであります。さすがなければ普段何やってる方、うん、あ、普段、あの、まあ、一応、まあ、定食のやつく、フリーターなんですけども、<う>あのー、 いろいろ、いろいろやってます。ああ、まあまあ、なんか。動画の編集したりとか。あそういう夢があるんであれば全然。いいですよ。はい。はい。えっと、で、バのシフトやねんけど。はい。えっとね、結構ね、半月ごとに出してもらう感じやねんけど、そのスケジュール感じは大丈夫問題ない問題ないです。はい。そうですかはい。で、土日ってどんな感じですか土日も入れます。おー。じゃあ、突然平行行ったら、えっと、その、キッチンとホールがあるんやけど、そ、それどんな感じえーと、相手の方で全然構いません。はい。 今まで、そのキッチンとか経験あるのあります。おー、よかったよかった。アルバイトは一通りやってきたかなっていう感じはしますね。あっそう。はい。ええ、コンビニ。コンビニももちろん。ファミレスあります。はい。じゃあ本屋あります。はい。え、引っ越しあります。すごいね。はい、大体一通りやってきてます。ええ。飲食、接客、ほとんどやってます。あっそう。はい。すごいね。はい。あ、じゃあ、なかなか戦力になりますね。 はい。ええわかりました。じゃあ、また、あの、連絡いたしますんで。はい。ちなみに、いつから入りますかもし、バイト、採用になりますかえっと、僕は全然、もう、今週から、もう、はいはいはい。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、また、連絡しますね。はい、ありがとうございました。あれですかはい。平我慢してるんですかもしかして、今。えあの、もしかして、平平我慢してるのかなと。僕、帰った後、大きい塀、国こがれるのかなと。というのは、あの、なんか、と、ね、なんかさっき、うん。変なこと言ってませんでした、なんか。 平行行ったら。あ突然平行行ったら。ああ、そうです。はい。何ごめん。ええ、ごめんね。いや、あの、アルバイトいっぱいしてる、面接いっぱいしてるから。ああ。そうでね。ええ、なんかこういうバックヤードでさ、狭い空間でさ、よく面接してるとたまに余儀んのよ。突然、どっちかが平行行ったら。ああ。気まずいやるなーっていうのが、雑念が入りながらもう面接できるレベルなんよ。ああ、な、だから流暢やった。で、言っちゃって。それで、ポロッとって、お前ん言っちゃって。言ってまたと思って。ああ、いやいや。そうそうそう。 でもなんか、かそ,うそうそうそう、バイト、ね面接終わってから、なんか今のいじり方。はい。がなんかすごく嫌やった。普通やったらさ、あなんか終わってから、え、なんかなんで途中、突然へこいたらって言ったんですかあ、もしかして、へこきたいんですかとかやったら、お<あ>俺笑えた。すいません。なんか一個抜かさんかった。一気に、抜え、こ,こんなの後へこくんすか屁めっちゃ我慢してるんですかってなんか言ってん。 あ、なんか、和むかなと思って。うん、俺は、その、当然、平行いたらって言ったが聞き取られてたかどうかすら分かってなかったから、聞き取れますよ、あれ。ああ、なんか、価値観がちょっとちゃうかもな。うん。ああ<ー>、うん、感覚がちょっと違うかも。すみません、なんか。うん。なんか、和むかなと思って。えー、不採用です。はい。そっか。採用やったんですね。まあ、手応えあったんですけど。うん。はい、採用でした。でも、ほんまに最後ので一気に不採用になった。あれ、なんで一個抜かしてした ごめんなさい。僕、一個抜かしたっていう感覚がなくて、あのー、なんかは、やっぱ一見そこの。こっちは聞き取れてましたよ、処理いるから。あの、ごめんね、ちょっとなんか深いこと言っちゃってるけど。何も言わずに、この変えるか迷ったんですけど、それよりもなんか、触れた方が人間らしいかな。そうやね。人間らしい。それ人間らしい。はい。ただその場合は絶対、え、なんで当然平行区行ったらって言ったんですかっていうような人が必要だった。それ抜かして、平行はしてるんですかは、めっちゃ嫌やった。 で、空の中でバーって言い出して、一瞬途中声ガッて荒げてよ。なんかお互いがこうぶつかったから、ぶつかった時にこれやめるとかじゃなくて声上げて。あの感じも嫌よ。忙しすぎるんちゃいますちょっと、カリカリして。すいません。うん。大人な感じも嫌。なの。<laughs> 忙しすぎるんちゃいますカリカリして。<laughs> 僕の中では、ま、あ、危ない、うん、え、嘘でしょ。うんうん、すいま,ません、すいません、すいません。 皆さん、こちらの当店のチャンネル登録よろしくお願いします。というのもこちらなんと YouTube チャンネルを開設しました。この YouTube チャンネルですね、キッチンカメラとかホールカメラを設置しまして、えー、このバイト時間をずーっとこう流していこうと、どんだけ忙しいんだっていうのを皆さんにお見せしたいなと思いまして、で、この YouTube チャンネルを見いただいて、あ、この店に行きたいなとか、この突然並行行ったら、えー、えー、こあの、行きたいなとか、えー、ここでご飯食べてみたいなと思った方はぜひ当店にいらしてください。 ぜひ読んでください飾りっけのない飾りっけのない飾りっけのない君が 横にいる。へい、横にいる。へい、横にいる。へい、上にいる。へい、下にいる。へい、左にいる。へい、右にいる。へい、右にいる。へい、上にいる。へい、下にいない。不透明すぎて入るのが怖い。ネタサロン。 ジャルジャルタワー